ではここが最後か、第8章の最後です。いきます。ここ満中央突破がきつかったな。確か決着をつける時が来たな。これより出陣する。はあ、機長が離れるんだったっけ。無益よ。この後これ以上の戦いは無益。和議を結ぶべき時だわ。これは一騎衆との戦じゃない。彼らを操る毛利将軍家との戦いなの。分かってる。でも性急すぎる。周りを見ないと。機長、気になることでもあるのか。おかしいぞ機長。軍議を始める。敵の動きつかめたか。物見の報告によりますれば、現在の状況はこのようになっております。この戦、敵の総大将本願寺賢人を倒せば我らの勝ち。敵総大将はこの辺りに布陣しております。石山の守りは固く、正面から進軍すれば被害を免れません。だろうな、だろうな。それからお味方の援軍が戦場に着き次第参戦する手はずになっています。一騎衆は手強い相手、されどそれがし精一杯戦いまする。八幡家はいいよ。上様、どのような布陣をお考えですか。新しく入った馬をアマリアに、信長につけて、ここは機長を行かせようかな。これ最後だもんな。離脱してしまうからね。あと馬が使えるやつ、マッサボリで行くか。緊張はちょっとあまり良くないんだな。お市かマサノリか。マサノリでいいだろう。で、ここで突破を図らないといけない。大砲が邪魔だからな。大砲が。でこっちは誰になってる。清正おゆきか。清正おゆき、いいだろう。清正おゆきのコンビで多分大丈夫だと思うが、アマリアがいいか、それとも馬にした方がいいかな。移動力重視になるかな。そんなことないかな。お市にしようかな。アマリアはちょっと取っておこうかな。いっか、行こう。多分大丈夫だと思うが。お見事な布陣にございます。よし、軍議はこれまでだ。皆の者を抜かるでないぞ。一騎衆を蹴散らし機内を制する。行くぞ。あっ、行け行け。バズが来ろ。いきなり、いきなり
で、危ない。調子乗るな。ここでポイントを稼いでいかないといけない。福島、おい何やってんだよ。ここで第2撃目を入れないといけないのに、まったく。いけ、流れるような攻撃ができるか。何やってんのお前、何やってんだよ。進めよ。誰が分かってるよ、ここにいるのは分かってる。待って、どっちがどっちだ。ほぼ同時に行きたい。ほぼ同時に攻撃しろ。よし、いいぞ。気をつけろ、奴らは飛び道具。おい、ガードしてんのに。そら、おい、お前は何やってんだよ。次はどこだ。大丈夫か。わわ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 わ、あれだよ。もういい。どっちにしようかな。ガードしてる。オッケー、ポイント稼がないと。この辺でポイントが必要だ。いるいる。油断してたなこいつら。あバカ野郎。で、我が軍に刃を向ける不届き者め。何のくだらん。おい、銃撃食らってる。危ない。ああ、後ろからマソノリが。惜しいぞ。ああ、なんでもう来てんじゃないの。う
が来たか。